池田山は、岐阜県伊比郡池田町と伊比川町、不和郡樽井町にまたがる、標高923.9メートルの山、池田山フライトエリアから、能美平野を眺めた風景。左奥は、御嶽山、中央右寄りの奥に、恵那山。単独の山ではなく、広域で言えば、伊吹山を中心とした、伊吹山地の山の一つである。伊吹山のほぼ東北東に位置する。 日々関ヶ原養老国定公園に指定されていて、岐阜百山の一つ、池田温泉から山頂付近まで自動車用道路が整備されている。しかし、入り口から中原までは見通しが悪く路面が荒れており、急勾配、急カーブが多く、道路も1から1.5車線ほどで狭い。中腹からは比較的整備が行き届いており、舗装は新しく大胸ガードレールも設置されている。 その後、避難小屋の先は、次第に一車線区間が多くなり、途中未整備区間もあって、乗用車の離合は難しくなるため走行には十分な注意が必要。この道路は、冬季は閉鎖される。東側は、遮るものがないため、岐阜市、大垣市、市宮市方面への見晴らしが良く、条件が良ければ、名古屋駅、JR セントラルタワーズまでも展望することができる。さらに、 遠く御嶽山や日本アルプスなどを一望できる。また、金華山と並んで、東海地方有数の夜景スポットとしても有名。尾根の連なる地形や風の条件が良いことから、8合目付近には、休憩所、トイレ、引用可能な給水所とともにハンググライダー、パラグライダーの離陸所、ギャラリー席が設置されており、スカイスポーツの盛んな山でもあり、週末には、 多数のグライダーが離陸するところを見物できる。山麓の霞間が軽から山頂までの付近一帯の約103ヘクタールは池田の森として整備され、山頂までの登山道も整備されている。途中にはあずま屋や避難小屋があり、八合目付近には水仙トイレと飲料可能な給水所が整備されている。山頂には二等三角点と展望台がある。 東側の山麓に東海自然歩道が通っている。周辺には池田山断層があり、夏椿の名所となっている。養老山地北部から望む伊吹山と池田山以下の主な源流の河川が伊比川に合流して伊勢湾へ流れる。ありがとうございます。